ちゃんです。今日は牛肉を使って牛肉とニラ炒めを作っていきたいと思います。調味料は一つだけで美味しく出来上がるので、玉ねぎを切っていきます。結構しんなりするまで炒めていきます。玉ねぎは結構炒めてください。甘みが増すので結構しんなりするまで炒めていきます。でニラを切っていきます。しんなりしてきたらもう牛肉を入れます。でかかったりしたらもうカットしてください。醤油を大さじ2くらいも入れちゃいます。玉ねぎの甘みとこの醤油だけで全然美味しくなる。そしたら最後にニラを入れます。でもニラはもうさっと火が通れば大丈夫なんで、もうさっと炒めてもらって、あとはもうお皿に盛り付けます。匂いがやばい、美味しそう。簡単にできる牛肉のニラ炒めの出来上がり。ありがとうね、バイバイ。